いやー、また YouTuber にそそのかされてユニクロ U の服たくさん買っちゃったな。まあ、確かに単品で見ると魅力的なんだけども、いざ着ようとなるとどうコーデするのがいいのかよくわかんないんだよな。いろんな YouTuber の動画を参考にしたいんだけども、結構若い世代の動画も多いから自分に合うのかどうかもわからないし、ちょっとこうエッジが立ちすぎていて自分には着こなせるか不安なんだよな。誰か大人世代に合うようなユニクロ U を使ったコーデバチッと教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人のユニクロ U コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、先日はですね、僕もユニクロ U のですね、当日レビュー動画を撮って皆さんにお届けをさせていただきました。まあ、僕自身もですね、今回のユニクロ U はすごく気に入ったものが多くてですね、全部で5点購入したわけなんですが、まあ、僕と同じようにですね、様々な YouTuber だとかインフルエンサーの方がユニクロ U を使った動画またはインスタだとか様々なコンテンツ作ってるかなと思うんですね。まあ、そういったものが世の中にはたくさん溢れてるので、そうなると逆にですね、悩んでしまう方も少なくないかなと思うんですね。まあ、特に僕たち大人世代の場合ですね、ユニクロ U を使ってあんまりですね、エッジの効きすぎた着こなしっていうのはリアリティが湧かないと思うんですね。ですので今回の動画では30代後半から40代以降の大人世代にもバチッとハマるようなユニクロ U を使った具体的なコーデを3つご紹介をしてみたいなと思っています。まあ、僕のチャンネルというのは基本的にこうベーシックで定番的な着こなしというところが一番の土台にありますので、まあ、そのベースを使ったですね、着こなしということで今回の動画を見ていただくことで、ユニクロ U の使い方だとか、まあ、どのように合わせればいいのかっていうところがぐっとわかりやすくなるかなと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にユニクロ U を使った大人のコーディネート事例をですね、3つご紹介をしていきたいなと思っています。まず1つ目の着こなしなんですが、主役となるのはこちらですね、ラムニットジャケットですね。今回はブラック、サイズはですね L サイズを購入しました。ちなみに身長164センチ、53キロの小柄体型なんですが、 L サイズでも割とコンパクトなサイズ感なのがこちらのニットジャケットなんですね。なのでちょい L ぐらいのサイズ感で着こなすことができています。でこのニットなんですが、3色展開になっていて、今僕はブラック着てますが、グリーンだとかブラウンがあるんですね。まあ、どれもいい色なんですけども、僕はですね、長く使えるということがすごく重要だなと思ってまして、まあ、ベーシックでよりこう長い付き合いができそうなブラックを選択したわけなんですが、この色を使うとですね、いつも僕が履いているブラック系のパンツがちょっと使いづらいんですね。合わないことはないんだけども、どうしても真っ黒で単調になってしまうので、ちょっと工夫が必要だなと思ったので、まずはボトムスから考えました。ブラックのですね、アウターを着る際に意外と使いやすいのがこちらなんですね。オリーブ系のパンツになります。僕が今履いているのはいわゆるこうカーゴパンツのようなサイドに大きめのポケットがついたものではなくて、ちょっと見えづらいんですが、この腰位置にですね、外付けのポケットがついているベイカーパンツですね。これ僕のブランドで作っているものなんですが、カーゴパンツに比べると少し大人っぽくきれいめな雰囲気で、そこまで太くないのが特徴なので、僕はこのですね、オリーブのパンツとブラックのニットを合わせました。上半身と下半身でちゃんと色とか雰囲気を変えてるんですね。上のニットジャケットはかなりきれいめ、それに対してボトムスは少しカジュアルめのオリーブパンツということで、これで上下でバランスが取れるんですね。なので僕は結構黒系のアウターを着る際に外しでオリーブのパンツって結構使うんですが、この色合わせは今回もバチッとハマったなという感じがしています。そしてこのニットジャケットの内側ですね、何着ようかなと思ったんですけど、僕の中では白 T ももちろんいいかなと思うんですが、細かいですね、マイクロボーダーの T シャツですね、これが使い勝手いいんじゃないのかなということで今回は取り入れています。ちょっとこのオリーブのパンツがワーク調男っぽい感じが強いので、やや優しげな感じのボーダーが加わることで結構全体のバランスが整いやすいので、細かなボーダーを入れています。僕はこのニットジャケットを見た瞬間に、この着こなしがもうなんとなく想定ができたんですね。あ、こういった形で使ってあげれば秋にはすごく使い勝手がいいなと思ったので、今回はですね、この着こなしを組んでみました。で、足元に関してはちょっと重ためのブラックだとかオリーブのパンツを履いているので、白のですね
ジャーマントレーナーを合わせました、まあ、この足元だけでもちょっとこう明るさを取り込むだけでもですね、重たすぎない着こなしになるかなと思うので、こういった配色にしています、まあ、ユニクロ U のですねニットジャケットを着ているんですが、エッジがすごく効いた感じではなくて、こういった形で割とこうベーシックなアイテムと合わせていただければ、普段の着こなしの中にも馴染みやすいかなと思うんですね。そしてユニクロを着てるという感じも全くしないので、そのあたりも含めてこの着こなしは一つ参考にしていただくのもいいんじゃないのかなと思っています。結構このニットジャケット気に入っていまして、両胸についたちっちゃめのポケットだとか、あとはちょっと大きめの襟だとか、このあたりもバランスがすごくいいんですけども、ぜひ皆さんも派手さはないアイテムではあるんですが、これチェックしていただくといいかなと思います。ちなみに結構ボタンの留め方も重要かなと思ってるんですが、まあ、第1ボタンを開けて胸元からボーダーを見せてあげるといいかなと思うんですが、第2ボタン、第3ボタン、第4ボタンは閉めて、そこから下ですね、ここら辺は全部ボタン開けてるんですね。そうすることでウエスト部分はキュッとこう狭まるんだけど、そこから下はまたちょっとこう広がるようなシルエットが作れて、僕はこういったですねボタンの留め方が結構好きなんですね。一つのアイテムでもボタンの留め方次第で見え方がだいぶ変わってくるので、まあ、こういった部分も含めて一つですね、皆さんも実験的に着こなしを楽しんでいただければなと思っています。はい、続いて2つ目の着こなしなんですが、今度は主役はですね、僕が今着ていますドレープシャツですね。こちらのダークブラウンを使ってですね、着こなしを組んでみました。これもですね、すごく人気の商品だと思うんですね。シャツの中でも少しですね微光沢があって、ドレープ感が楽しめるような、すごく美しいですね1枚に仕上がってるかなと思います。ブラウンのシャツというと、なかなか僕たち大人世代が着るとですね、やぼったく見えがちかなと思うので、まあ、そのあたりを念頭に置きながら、なるべくですねシンプルに今回はコーディネートを組んでみました。まずですね、シャツの内側に着ている T シャツなんですが、通常だと僕は白 T だとか、あとは先ほどのようなマイクロボーダーが多かったりするんですが、今回はブラックにしています。首元から爽やかな感じじゃなくて、シャープなブラックを覗かせるようにしています。でボトムスもですね、ちょっといろいろと考えてみたんですが、今回はですねユニクロの通常ラインのですねダークグレーデニムですね、ワイドフィットのもので、こちらを選んでみました。デニムではあるんですが、少しトレンド感を拾ったようなワイドシルエットになっていて、ストンと落ちるようなものなので、意外と履いてみると大人世代に似合いやすいのがこちらのですねグレーデニムかなと思います。ブルーデニムだと結構カジュアル感が強く出てしまうんですが、グレーだとそこまでですねカジュアルな雰囲気にならないので、今回合わせてみました。基本的にですね、このブラウン以外はモノトーンでギュッと引き締めたような着こなしになっているので、これだったら結構大人世代にもトライがしやすいんじゃないのかなと思います。で足元のスニーカーなんですが、ホワイト系を履いてしまうとちょっと浮いてしまうかなと思ったので、今回はですねアディダスのブラックのサンバですね、こちらを合わせてみました。結構グレーデニムとブラックのサンバの組み合わせが個人的に好きなんですが、足元で引き締まるんだけども、アディダスの3本ラインだとか、このかかとの部分のホワイトが効いていて重たくなりすぎないのがブラックのサンバのいいところなので、まあ、今回はですねこの着こなしの中になじませるような形で使ってみました、まあ、ブラウンのシャツは結構人気なので、多くの方がユニクロ U で今季選んでると思うんですね。ただ実際に使うとなると、どうコーデに落とし込めばいいのかわからないという方少なくないかなと思います。僕もですね実際に着てみて何が合うかなって考えてみたんですけども、意外と難しいアイテムでもあるかなと思います。ですのでこれはシンプルにモノトーンで着こなすというところを意識していただければ、結構大人世代にも似合いやすいかなと思います。ただボトムスもですね、本当にオーソドックスなテーパード型のボトムスを選ぶよりは、少しですねトレンド感漂うようなワイドストレートぐらいですね、これぐらいを合わせた方が雰囲気が合いやすいかなと思うんですね、まあ、先ほどのコーディネートもそうなんですが、合わせてるもの自体は定番的なんですけども、サイズ感は少しゆとりを出すことでユニクロ U の世界観とも合わせやすいかなと思うので、まあ、ぜひですねブラウンのシャツのコーディネートの一例として、まあ、今回の着こなしも参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、ちょっと見えづらくはあるんですが、今回の主役はボトムスですね。コーデュロイタックワイドパンツ、こちらがですね今季のユニクロ U の中で最も注目度が高い一本だなと思うんですね。現段階でもウェブでは結構売れていて、サイズ切れが起こってるぐらいなので、人気ナンバーワンのボトムスと言えるんじゃないのかなと思います、
まあ、多くのですねインフルエンサーだとか YouTuber の方がこちらをですね多分紹介してるかなと思うので、まあ、皆さんの中でも買ったという方もいらっしゃるかなと思うんですが、先日の動画でもお伝えしている通り結構アクが強いですし簡単じゃないアイテムだなと思うんですね、まあ、特にですね大人世代には難しいなという印象です。僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なので、こういった太すぎるボトムスというのは本来体型にはめちゃくちゃ合うかというとそうではないかなと思うんですね。太いとやっぱりカジュアル度が高くなりますし、その上でですね表面がコーデュロイかなり太うねになっているので、より生地感もですねカジュアルな方向に振れてるんですね。なので大人世代がこれを似合わせるのは結構な力量がないと難しいかなと思います。まあ、スタイルで言うと細くてスラッと身長が高い人にはすごく似合いやすいかなと思うんですが、なかなか僕たち世代だとそういったスタイルのいい方は多くはないかなと思うので結構難しめのアイテムかなと思います。ではこのですねコーデュロイタックワイドパンツをどう着こなすのかというと、個人的にはやっぱりきれいめなアイテムをですね当ててあげるのが大人世代にはいいんじゃないのかなと思います。ということで今回はですねブラックのロング丈のコートを合わせてみました。これはですねユニクロ U の今季のですねステンカラーコートで合わせていただいても全く問題はありません。まあ、ロング丈のコートというアイテム自体がすごくきれいめなので、それに対してコーデュロイのワイドパンツというところが程よいですね抜け感として効いてくれるので、これだったら大人世代にもバランスが取れるんじゃないのかなと思います。まあ、先日の動画の中ではユニクロ U のラムニットジャケットですね、あちらを合わせていましたが、あのアイテム自体も結構きれいめの方向なので、こういったワイドパンツと合わせていただくのはすごく相性がいいんじゃないのかなと思います。そして今回のコーディネートでは全体的に重めのカラーになったので、内側にはですねちょっとこうデニム素材のシャツを取り入れました。明るい色なのでちょっとここだけでもですねせめてカジュアルで柔らかい雰囲気を出したいなということで、こちらを今回は選んでいます。でこのコーデュロイタックワイドパンツに合う靴なんですが、意外とですねいろいろと実験した結果何でも合うなという感覚はあって、例えば白のジャーマントレーナーとかサンバですね、白とか黒のサンバも合うし、ニューバランスのスニーカーも合います。裾幅が広いので割とこうポッテリ系のスニーカーにも合うので、まあ、今回はですねサロモンの XT6 を合わせています。割とこうシャープな雰囲気のシューズなので、こういったコーデュロイパンツのやぼったさを消すようなイメージで今回は履いています。まあ、皆さんのお手持ちのもので全く問題ないかなと思うんですが、今回のコーディネートの中での肝となるのはロング丈のコートですね。これを使っていただくことでこのパンツ自体の見える面積も減りますよね。横から見るとやっぱりこのパンツがかなり隠れてしまうんですね。だけどもちょっと見えた時にこのコーディロイの素材感だとか太さだとか、そういったところが一つのアクセントとして効いてくれるので、カジュアルさは活かしながらも面積を減らすというのが個人的な最適解かなと思うので、まあぜひこんな形でですねちょっと難しくあるコーデュロイのワイドパンツを皆さんも使っていただきたいなと思っています。僕もいろいろと実験をしながら使ってみた結果、コートのボトムスなんかにはすごくですね地味になりすぎないので使いやすいなという印象なんですね。どんなアイテムでもやっぱり使い方次第なところがあるかなと思うので、ちょっと癖が強くて難しいアイテムではありますが、使いこなせるとものすごくですねおしゃれに見えるボトムスでもあるかなと思うので、まあぜひ皆さんもこんな形でコーディネートを楽しんでいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のユニクロ U コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、前回のですね僕のユニクロ U の動画ではコーディネートというよりはアイテム単体の魅力にですねフォーカスをしたような形でお届けをさせていただいたんですが、今回はそれらのアイテムを使った具体的なコーディネートまで解説をさせていただきました。どれもですね定番的で大人の男性にとってはですね再現しやすい形で組んでありますので、まあ、ぜひ皆さんもですねお手持ちのアイテムで似たようなものがあったらそれらとですねミックスしながらユニクロ U のコーディネートを楽しんでいただければなと思います。まあ、ユニクロ U のアイテムはすごく魅力的なんですが、全身をユニクロ U にする必要はないんですね。あくまでお手持ちのお洋服と混ぜながら使っていただくのがいいかなと思うんですね。まあ、ユニクロ U のアイテムというのは普段のユニクロよりはちょっとエッジは効いているんですが、かといってすごくこうトレンド感が強くてなかなかこう着づらいという感じでもないんですね。皆さんのお手持ちのベーシックなお洋服とも割と親和性が高いので、まあ、それらをうまくミックスしながらほんのり今っぽさが漂う着こなしを楽しむのも僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ぜひ今回の動画ですね3つのコーディネートがありますが、皆さんなりにカスタマイズして秋の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています。
これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。